こんにちは、羊熊です。今日はここにも映っていますが、以前の動画で欲しい欲しいって言っていたダルマのリーフスカラップの三角ショールのキットが届いたのでご紹介したいと思います。その他にもちょこっとしたね、毛糸を地元の手芸屋さんとかで購入したので、それも一緒に紹介できたらなと思います。はい、ではダルマのリーフスカラップのショールのキットからご紹介したいと思います。どうかな色が5色ぐらいあったのかな。すごく色迷ったんですよね。こんなポストカードみたいなものが入っていました。ファブリック、だるまファブリックって書いてるので、だるまさんの布部門にある布の写真かな、ヌビキルトかな、おしゃれな感じのポストカードです。はい、ではキットはこんな感じに届きました。1セットになって不織布の袋に入ってきています。ではこちら色はですね、じゃじゃん、リネンラミーコットンの色番が102番、ナチュラルという色を選びました。これがですね、3玉入っています。はい、色ね迷ったんですが、サンプル色のナチュラルにしました。ベージュとグレーの間のグレージュみたいな色かな、ベージュ寄りではあります。なんか自分でプールじゃない糸を買うのがあんまりないので不思議な感じ。当たり前ですがチクチク感はないですで、寄りは結構雨寄りな糸なのかなって感じですね。詳細はこんな感じです。リネンラミーコットン中細、棒針3から4号、かぎ針3から4号、綿 70%、 リネン 15%、 ラミー 15%、 50g で 200m、 約 201m の糸です。これ3玉であの可愛いショールがね出来上がるの楽しみ。今ちょっとパターンを見ています。ふむふむこれ、このあのキットを結構私の周りで買ってる人いっぱいいらっしゃって、このショールは私今まで三角ショールは1枚しか編んだことないんですけど、それがトップダウンっていうのかな、トップダウンのショールだったんですけど、これはボトムアップのショールで、三角形があったら一番、あ、こっちかな、どっちだろう、まあ、とにかくあ、こうあったらここかな、ここの部分から始まるので、私が編んだことあるのはこうあったらここから始めていくショールだったんですけど、これはこっちからだからすごく長い最初が長くてどんどん短くなっていくやつだそうです。あの最初の作り目が何百目とあるんですね。それがしんどそうしんどそうだな。まあコットン糸と言ってもいいのかな、 30% リネンとラミーが半々ずつ入ってるだっけ、さっき見たの、うん、そうですね。でもほとんどコットン糸だと思って編んでいけばいいと思います。さあ編めるかな。あ、でもコットン糸だとしても柔らかい感じがするけど、雨寄りだからなのかな、編めるかな。コットン糸やっぱり編みやすさで言ったらウールの方が編みやすいとは思うんですけど、いけるかな。でももうこれ夏中、あ、春夏中編んで着倒したいです。エアコンよけとかに
絶対ちょうどいいから頑張って編むぞとはいえ今キャストオンすると前回の編みかけ動画でたくさん編みかけをご紹介したんですけど、ちょっとまた大物をね増やすのにちょっと心配があるから、まあ、そもそもショールが2つになっちゃうから、いやちょっと待って、今大物がかぎ針のブランケット、ミモザのセーター、真っ赤なダイヤモンドチェックのショールだっけ、まあ、あと殿堂入りもありますけど、まあ、さらに大物を増やすのはあれだから、大物が何か編み上がってから編もうかな最近ねまたちょっと靴下を編んでたんですよね。なんか今メリアス編みだけで編む作品、メリアス天国の作品がなくて、ちょっとメリアスが編みたいと思って靴下キャストオンしてしまったんですけど、つま先から編んでいて、かかとも越えて、あと足首好きなだけ編んで終わろうと思って、今日中に終わるかなと思ってたら、かなり初めの方ね間違っていたことに気がついて、ね、今朝ほどいたんですよ。だからね今ねメリアスがない状態です。だからまた靴下はちょっとキャストオンするかもしれないけど、これも早くキャストオンしたいからちょっとテキパキ編んでいこうと思います。今なんでこんなに編むのが遅いのかって、もうね部屋の模様替えをずっとし続けてるんですよね私。どうしたもんかな、どうしたもんこのあと地元のね手芸屋さんで購入したものをちょっとこうあれと紹介しようかなと思ってるんですけど、その中でまたね布買っちゃって、その布は今水通しをしてタライに漬け込んでいるんですけど、いっぱいね縫いたいものも本当にたくさんあるんですよ。ちょっと整頓しないといけないけど、どうしたものかなって、なんかこうさっとこうクリエイティブな部屋にしたいんですよね。パッと作業に取り掛かれる、何がどこにあるか分かるとか、そういうクリエイティブな感じの部屋になってなくてひどい状態だから、なかなか作業がですね、このテーブルの上が広々使えないと要塞はね厳しいんですよ。なのにすぐね編みかけをボン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 って置いていって行ったり、ちょっとね3月バタバタとねいろんな作業をねしたりね、このテーブルでしてたりしたので、それで私作業とかは別に楽しいけど、わあ終わったーみたいな達成感があって、そのままテーブルを離れちゃうんですよね、片付けまで行かずにというか片付けまでする体力を残さないほどに集中してしまって、っていう感じですね。なので物を直しやすいとかそういう風にしないと、クリエイティブ生活なんだそりゃ、クリエイティブ生活が送れないので頑張ってねテーブルをクリエイティブにしたいと思います。前のねお家では壁棚を作ったりしていたんですよ。エピソードの何か過去でちょっと賃貸でもできる壁棚の作り方っていう DIY 動画も過去に出してるんですけど、今のお家ではまだ壁棚とかつけてないんですよね。ちょっとこのお家に引っ越してきてからの猫さんの行動範囲とかを見て棚を作んないと、猫さんがね飛び乗ってきたら素人 DIY なんでねちょっと危ない。はい、というわけでリーフスカラップの三角ショールナチュラルカラーを購入しました。いやこのパッケージも可愛いな。ん？こっちか可愛い糸ラベルが可愛いです。
編むのが楽しみ。いや私の周り本当に編んでる方っていうか、まだ編み始めてないかな、購入されてる方たくさんいらっしゃるので、一緒に楽しみましょう置いてかないで。三角ショールでした。あとはね、地元の手芸屋さんで購入したもの、はい、地元の手芸屋さんで購入したもの、一つ目、じゃじゃん、アリーゼっていうところのソックヤーンです。トルコかな、確かトルコ、トルコのソックヤーン、 75% ウール 25% ナイロンの一般的なソックヤーンの配合で 100g 420m で、まあ、一般的な細さ、フィンガリングの中細か、中細の糸です。これを購入しました。これはね、なんでか購入したかというと、白い靴下が編みたかったわけではなくて、私靴下編む時につま先とかかととカフだけ色替えをねすることが結構よくあって、で大体まあカフをどれくらい色替え単色にするのかっていうのも、ね、もよるんですけど、大体 20g ぐらいあれば両足の靴下のつま先とかかととカフが編めるですけど、まあその編みたい靴下にしかその使わない色、普段使わないカラーを単色 100g とか 50g で売ってるけど 20g しかもう使わないよなって思う時のためにこれを購入したので、これをですね20g ずつに分けたりして単色の糸に染める。例えばピンク色が欲しいと思ったらこれを 20g 引き出して枷にして染めるっていう風に使おうと思って購入しました。本当は染色用のがいいんですけどね、これは白の色で染められていたり漂白されていたり、漂白され白を染められてるんだっけ、白い色で多分染められているので、本当は染色用の何にも色が入ってないやつがいいんですけど、まあ私は今までこういう白いウールのウールが多い系統で、一般的な染色用のやつじゃなくても色はちゃんと入るなって思っているので、これでちょっとしか使わない色は染めていっちゃおうかなと思います。最近編み込みのね靴下も気になっているんですけど、ちょっとしか使わない色がやっぱもったいないから、こういうのでちょびっとだけ染めようかなって思ったりしております。染色用のは大概枷になって売ってると思うんですけど、これだとすぐ引き出して枷にねすることができるので、染色用の枷糸をさらに何グラム何グラム何グラムって分けるのって、これからするよりちょっと手間がかかりそうな気がして、これを購入してみました。これね、これ100グラムなんですけど1000円しないと思います。私の手芸屋さんでは1000円しなかったはず。だから結構ソックヤーンとしてはお安めな感じです。耐久性とかまだ分かりませんし、ウォッシャブルなのかな、私いつも手洗いだから分かんないけど、もしかしてウォッシャブルじゃないのかな。手洗いなら問題はいつもないと思います。マシンウォッシャブルって書いてました。なので洗濯機で多分ネットに入れれば洗えるんじゃないかな。だからまあ一般的なソックヤーンと同じ扱いでいいかなと思っています。アリーゼかな、トルコなのかしら、トルコじゃないのかな、メイドイン、スーパーウォッシュって書いてる、スーパーウォッシュだ。というわけでちょっとお安めの白いソックヤーンを購入したので、これは白い靴下編むんじゃなくてちょくちょく少しずつ使うカラーを染めていくために購入しました。いや今
はね別に買わなくてもよかったんですけど、手芸屋さんからウールの毛糸が多分引かれていくんですよ。もうほとんどなくなってきちゃって、最近アメリーもなくなりました。私の地元の手芸屋さんはアメリーを引きました。なんか前に聞いた時は言ってくれれば出しますよみたいに言われたような気がしますが、まあね、そのカラーがあるかどうかわからないのに店員さんをにね聞くのもあれだなって思っちゃって、本当はね店員さん聞いてもらってそのお店で買ってくれた方がいいと思うんですけど、なんか億劫になってついついネットで買っちゃう。ダメだな。でも10玉欲しいって言ってもないんですよねって、うん、まあまあそれ置いといて、はい、クレアリーゼを買ってみました。肌触りは普通かな。うん、ソックヤーンって結構ゴワゴワしてるけど、そこまでゴワゴワしてないけど、うん、ちょいちくはあると思います。で、他にも、ちょっとこれは思いっきりお店の名前が入っているから、ちょっと待ってください。はい、ここに、こっち側にですね、私側にお店のラベルがね入っている。はい、50g のカセを買いました。50g 201m のウール 100% のカセ糸です。これも白いだけで、染色用ではなくて白糸です。これね、毎年私の地元の手芸屋さんだと売られているんですね。これも本、なんだろう、だいたいその染色のカセ糸を購入すると100g ずつだったり 250g ずつだったりするんですけど、そんなにいっぱい染めなくていいよっていう時に、でもまあね、これで染めたいぐらいの 10g、20g よりはもうちょっと染めたいみたいな時に使おうかなと思って、店頭にあるもの全部買ってきました。いくらだったかな、200円台だったと思います。 50g でウール 100% で、はい、でこれ前に染めたことがあって、ちゃんとね色も入るって分かっているので 50g 買いました。何のために買ったかというと、春になってきて草木染めのシーズンが、まあ冬もねできないことはないんですけど、なかなかね採取が難しいんですけど、春から秋にかけて結構草木染めできる植物がねいっぱい生えてる田舎なので、生えてるので、それでね染めたいなと思って購入しました。あの 100g まで染めなくても、ていうか草木染めって、乾燥させて使う場合もあるんですけど、大概が生のままなので、摘んだらすぐ染めないといけないんですよね。でも糸の用意ができてからと思って摘まないでおくと、そのね草はもう枯れていっちゃって、季節が進んでいっちゃって染めることができないまま、また来年みたいなことによくなっちゃうんですよ。だからとりあえずいろんな草木染めやっていきたいので、このね糸を常備していて 50g ずつ、何を編むかとかね考えて糸量とか計算してるうちにね、あの季節は去っていってしまうと去年学びましたので、とりあえずいろんなの染めてみたいなと思って、何を編むか決まってないけど染めてみたいなっていう時に、 50g ね染めたい時に使おうと思って、これを購入しました。はい、春の草木染め、何をね染めようかなって今すごく楽しく迷っているところです。タンポポのお花を集めて黄色く染められるって聞いてすごく気になるんですけど、そんなにたくさんタンポポが生えてる場所を見つけられないかなって。公園とかだとね、小さいお子さんがねやっぱ摘みたいだろうし、まあ公園でそんなにたくさん摘んだらいけないかもしれないけど、河原とかちょっと歩いてみようかなって思ってます。最近河原は菜の花でいっぱいですね。菜の花って染められるのかな。何でも結構、でも何でもね染まったりしますよね。またね草木染めをする動画など出すかもしれませんので、あの草木染めの動画は
いつもに比べてぐっと再生数など下がるんですが、楽しんでくれる方もいると信じて多分出すと思うので、楽しんでくれる方はお楽しみにというわけで 50g のカセをね、いくつか4つ購入しました。あとは布をですね、ちっちゃい布、パッチワークをしたいなと思って布をねちょっとずつ集めているんですけど、布をねちょくちょく購入していますで私は結構ケチというか、物を買う時に割と考えて買う派なんですね。なんか結構、考えちゃう。今必要なのかなとか、なんか一つの物買うのに1ヶ月とか悩むとかザラで、そして結構やめるとかもザラなんですよね。なんかそれが、なんかこの前手芸屋さんに行った時にものすごく嫌になってしまって、なんでこんなにいちいち考えるの、悩まないといけないんだみたいな、もう本当に嫌だみたいになってしまって、なんか欲しいなと思いつつこう我慢してるんですね、いつも。まあそんなにたくさん買っても使い切れないでしょとか、お金がもったいないでしょとか、なんかそういうので結構我慢してるんですよ。して我慢、我慢できると思ってたんですけど、なんかその手芸屋さんでもう嫌だってで、手芸屋さんの布って小さい布だと165円とか220円とかで売ってるんですよだからまあちょっともう欲しいものを片っ端からどんどんカゴに入れていっちゃって、まあそれでもね、手芸屋さんってその糸とかもそんなに高く、何百円とか針とかも一つ一つのものってそんなにね高くないもの、ビーズとかも一袋100円とかそういうものがあるから、こうバカスカカゴに入れちゃったんですよそしたら、で久しぶりにあんまり合計金額とかを考えずにレジにバーンって持っていったんですね。そしたら予想の2倍ぐらいの金額になっていて、もう予想もあんまりしてなかったんですけどなんかえってなんか打ち間違いかなと思って車に戻ってからレシートを確認したんですけど合ってましたって、いや何百円も塵が積もれば山となるんだなと思ってびっくりしましたね。その時買った布、あいた、かわいい、まで一部お見せすると、よいしょ、こういう黄色い布だったり、お花といちごの布とか、あと今の時期に良さそうな桜柄の布とか、めっちゃ綺麗な色、お店の名前がね入っているのもあって、これとか春っぽい、デージーかわいい、あと見えるかな、羊柄とか、なんかねバカスカ買っちゃったんですよね。ちょっと全部見せたら惹かれるかもしれないので見せないで、ちょっとまた違うね手芸屋さんで購入した布もすごく気に入っているのでお見せします。じゃじゃーん、この布綺麗じゃないですか。これはですね、もう存在しないメーカーの多分デッドストックだと思います。なんかちょっとね、こうおろしなんだろう、工業残布みたいなものも扱っている布屋さんに行ってきて、その時に購入したんですけど、古い布とかねあったりするんですよ。これもね存在しない布メーカーの布でした。あとはねピンクハウスってお洋服のブランドがあると思うんですけど、フリフリのね着たこととかないんですけど、それの布とか置いてあったりしました。あとこれはアメリカ US コットン USA コットンと言われている布で、もうこのブルーとイエローの組み合わせが可愛すぎる
自分で服とかは身につけないけど、こういうね花柄のピンクだとか、あとはミモザかな、木の実かな、そんな感じのイエローとか、こういうね、あとは昔ながらの花柄とか、うん、いろんな布があるので、ガシ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 作品にしていきたいですいやー、輪張りケースとかね作りたいし、小さい巾着とかもね作りたいんですよ。もうね、材料何も買い足さなくてもね、いくらでも作れると思う。でもパッチワークするにはまだ個人的にはもうちょっとなんか違うテイストの布とかを組み合わせて作りたいなとか思っております。購入品はこれくらいかな。あ、この布を紹介してなかった。これあ、したかな、してたらすいません。かなりお気に入りなので、これはですね、キルティングの布で、インスタのストーリーには確実に出したかな。なんかちょっとレトロめの花柄がめっちゃ可愛くて、これもね3日ぐらい悩んだんですけど、やっぱり買うって言ってもう1回お店に行って購入したんですよね。いや、キルト布あんまり買ったことなくって、逆にちょっと作りたいものはたくさんあって、何を作ろうか迷っています。1つ目はミシンカバー、2つ目はあれです、なんだっけ、お料理用のオーブンとかからケーキを出す時に使うミトンを作りたいなって思っています。あ、ミトンね、ちょっと薄いかな、いけるかな、いけるかな。ミトンね、なんか可愛いの作りたいとずっと思って買ってなくて、いつもタオルとかそういうのでやってきているので、なんか素敵な布があったらミトンを作りたいと思いながら、素敵な布はねいっぱいあるんですよいっぱいあるんですけどね、そろそろ作品にしていきたいと思います。という感じで今回の購入品紹介でした毛糸は前半だけですが、最後まで聞いてくださりありがとうございます。またね、こんな、また布とかもね、こんなの作ったよとかは動画の中でご紹介する時が出てくるかもしれません。では次の動画でもお会いできると嬉しいです。羊グマでした。バイバーイ。